トマトは大変人気のある、家庭菜でも人気のある野菜ですけども、栽培は大変難しい野菜です。で、何が難しいかというと、まずそのコツは、一つは早植えをしない。早く植えない。トマトは、最低気温が8度になると、風を引くというか、葉っぱが赤紫になりますということで、まあ、早植えはダメですよ。で、もう一つは、これがすごく大事です。若い苗を植えない。若い苗というのは、まだ花が咲いていない、つぼみとか、つぼみがまだ全然ないような苗。こういう苗は、まあ、ホームセンターではもう、ほとんどこういう苗を売っています。こういう苗を植えると、トマトはすごい勢いが強い野菜ですので、トマトが大事なのは栄養成長と生殖成長が2つあるんですけども、栄養成長は、まあ、自分の体を作る成長で、生殖成長は子供を作る形ですけども、このバランスが両方いいバランスでいかないとトマトは失敗します。で、若い苗を植えるとその栄養成長が優先してしまって、自分の体で作って根元に栄養ができません。なので若苗は絶対植えない。で、植えるとしても完全に開花、これが基本です。でも種野菜とか、ホームセンターは早い時期から苗を販売します。で、どうしても顔の体にならない時は、買ってきてもすぐ売れない。で、風調室に置いて、この花が咲くまで待つ。で、もし肥料が切れるようならちょっとなんか塩味を持ち切っても大体です。多少の肥料が切っても大丈夫です、ね。そうして、植えないで保管しておいてください。で、定食してこう大きくなっていくんですけど、ソーセージ、大きいソーセージ、あれよりこういうところは、なんで、トマト作りはちょっとまずいと思います。そのままにしとくと、どんどんもっと太くなっていくので、実はちょこっと潰すと、このくらいでも固まって青い、濃い色して光ってます。で、ざっとそのままで飛んでいきますね。それがもうバランスよく出てくるので、なるべくソーセージよりも太い状態にしないのが大事です。で、順調に作っていくと、4番目の花が咲きます。この頃になると順調に育っていると、先ほどがちょっと黒くなります。ちょっと葉っぱが黒くして、そう、大体それが順調な、で、こうなったら4番目の花が、4段目の花が咲いた時に肥料をやってください。これを取り組んでいて、普段からなんですけども、でもトマトは5段以上は本当に難しくて、これを取ってる人は上級者と思います。で、あとトマトは普通は1本下で皆さん作ると思うんですけど、おすすめは2本にするのが関係です。で、2本にするのは今一番最初の花です。その花をすぐ下の花で、これが強い部分です。鼻の下が必ず強い部分です。なので、元の元枝と、その鼻、一番の鼻の下の強い部分、これを2本ずっと伸ばして、それぞれ1本を2本にして、どこに目をつけて書いていきます。で、これが2本仕立てです。で、2本仕立てにするのは、当然場所も取るので、この植える株と株の間は、80センチぐらいあげなさい。で、苗も今は特に積み木の苗は高
高いですね。日本の3年後というのが円で400円近いと思います。なので、まあ、日本仕立てはもう内内の節約によりますし、やってみるクリスマスもあると思います。で次はこのミニトマト。ミニトマトとトマトは同じトマトですけども、まあ、ほとんど別物だと思っています。例えばミニトマトはトマトよりも、まあ、さらに野生的というか勢いが強いです。なのでミニトマトを作る場合は本当に不合理。元の肥料はトマトの半分くらいになるんです。でもこれもまあ基本は一本仕立てです。一本仕立てはまあトマトと同じですけども、私がお勧めするのはソバージュ栽培、放任栽培と言いますけど、これがちょっとお勧めです。これを作るにはさっきのトマトの日本仕立てと同じように1段目の羽の下の脇芽、そこのところから上は放任ということです。でこれをまあこのくらいの1メートル以下にまで伸びたときに今度はかなり混んでこう広がっていますから、それを放任型に伸びていくように枝をこう自分でこう誘引して縛ってやったりします。でこう広がったようなお悩みします。これをやるためには何ていうか束っていうか今ホームセンターにアーチシチューのコーヒーとか芋だけの青いのものがあります。でそれをこう何本かやってそれにこうネットをかけたり。どこに紐を張ったりして、その災害の棚を作って、またはこう闇闇で組んで、ね、そこにこう紐を張ったりして、そういうやり方を組んで、こうやってこう伸びてたら、次に裏の方にこう、こういうふうにして作ります。ミニトマトは成長が早いので、こう、てっぺんこしてこう、かなりいきます。なので、こう、下をこうくぐれるように、してこう下からこう取るというのもできます。で、まあ今の時はブローダムのようなすごく子どもさんも多分喜ぶと思います。これはなんて言うかしらも感動で、ぜひ頑張ってアーチを作って挑戦してみてほしいと思います。で、このソバージュ栽培の放任ですけども、この1段目の花からというのは全く放任ではありません。言いますけども、いいものではありません。なので、ちょっと枝が高ければすごいジャングルなので、枝をちょっとこう重なったところを切ってやったり、あと葉っぱの重なりを取ってやったりして、ちょっとこう向こうがちょっと見えるくらいのこう透けてる。そんな状態を作ってやるといいものが達成してきます。ぜひ挑戦してほしいと思います。でその次にオクラですけども、オクラは、3本植え、これは基本です。オクラはとても肥料は少なくしてください。で低温に弱いので6月になったら、